どいつもこいつも分かってねえ。もういい、俺は一人ででもミュウを探すぜ。あばよお前ら。あ、こら勝手に行くな。あ、お姉ちゃん。そう、わかった。僕とお姉ちゃんもあっちに行くね。え、待て、君たちだけじゃ危ない。大丈夫、あの人カイトさんと一緒にいるから。じゃあね。行っちゃった。本当に大丈夫かな。あの子たちあっちに行ったということは同じ場所に着きますね。遠回りなだけですから。だから、ええ、心配しなくていいわよ。それなら安心ね。向こうで合流しましょう。そうね、私たちは楽できるんだから、やっぱりこっちで正解だわ。ふむ、そのロープウェイというものも気になるしな。うわーい、楽しみ。早く行こう。おお、マジでロープウェイだ。ほほう、これが。すごい、上までずっと続いてる。ここも校舎に負けず劣らず朽ちかけてるのね。これロープウェイは動いてるのか。決まった時間ごとに自動で動いているんです。もう少ししたら来ると思いますよ。自動運転、本当に大丈夫なのか。途中で落ちたりしないだろうね。え、そんなの無理。あわ、落ちるの。そんなのダメよ、乗るのやめましょう。安心してください。乗り物もロープもかなり頑丈です。今までこれを壊した者はいませんでした。よかった。ここ他に人はいないんでしょうか。整備をする人や管理人くらいいてもいいと思いますが。いいえ、誰もいませんでしたよ。それが何か。いえ、少し気になっただけです。ちょっとちょっと葵さん、まだ疑ってんの。この人の話は本当だって分かったじゃん。信じようよ。そうかしら。ほら、寮を見てみなって。あんなに懐いちゃってさ。ママへへ。あら、なあ、信じてやろうよ。あんだけカイトに疑われても俺らに協力してくれてるんだぜ。いい人じゃん。それはまあそうね。
の人、仲間になってくれないかな。一人だと大変だろうし、力になりたいな。あ、それいいね。私たちで守ってあげようよ。さき、うん、大人が加わってくれるのはそれだけで心強い。一緒に遊んでくれたら嬉しいな。いいね、仲間が増えたらもっと楽しくなるよね。皆さん来ましたよ。私、ロープウェイ乗るの初めてだな。楽しみ。さあ、乗ってください。目的地へ行きましょう。最後まで何があるかわからない。警戒するに越したことはないぞ。もう硬いな。ずっと気を張ってたら疲れちゃうじゃない。高いの怖い。皆さん大丈夫ですよ。もうすぐ着きますからね。電波塔に着けばスマホ使えるわよね。そしたら助けが呼べる。ようやくこのサバイバルも終わりか。ええ、終わりますよ。全部ね。え、あの電波塔の設備は生きているんでしょうか。あなたが離れていたということはもしかして。どうかしら。え、それってどういう。やはり。まあ、なんと。ああ、あなたたちには感謝しないといけないわ。どうもありがとう。いや、なんかわかんないけど感謝なんていいっすよ。あの生意気な子は逃がしちゃったけど、代わりに来てくれるなんてね。それも一度にこんなにたくさん。本当にありがとう。どうしちゃったの。わからないよ。大丈夫、後になるけど、あの子も捕まえてきてあげるから心配しないでね。ママ。まあでも、あなたたちはここで終わりなんだけどね。大きな怪我をしてる者はいないようだな。ねえ、何か変じゃない？ゴンドラが止まってる？
あれ？ねえ、あの人がいない。え、マジで？りょう、後ろ。は？私の化粧がうまかったのかしらね。知らない人を信用しちゃいけないよ。笑ってる。こわ。私はアルケニモ。別に覚えてくれなくてもいいわよ。だってお前たちはここで死ぬんだから。さあ。この箱ごと生贄にしてやろうかね。どうしよう、修二さんどうする。だから僕は探索なんて嫌だったんだ。怖いよ。ママが違う。あれはママじゃない。そっか。そうだよな。やっぱりママはいないんだ。つけなきゃなんねえのに、なんで俺がガキの面倒なんて。いいじゃねえか、寂しい一人旅とはおさらばだぜ。寂しいなんて一度も思ったことねえよ。あ、どうしたのお姉ちゃん。あ、おい、どうした。ついてこねえなら置いてくぞ。見てんだ、お嬢ちゃん。何を見てんだ。みんながあそこで捕まっちゃったみたい。おいおい、それってつまりあの女の仕業か。ちぇ、やっぱり化け物だったか。だからあれほど言ってやったのに。みんなどうなっちゃうんだろう。